ドジャースに新加入した山本由伸の朝は早い。メディアにクラブハウスが開放される8時15分の前には、すでに着替えてトレーニングを始めている。トレーニングルームで独自の柔軟や体幹を鍛える動きなど、グラウンドに出る前に入念な準備をする。対照的なのは大谷翔平だ。メディアがクラブハウスから出される9時になる直前、寝癖をつけながらロッカーに飛び込む姿が何度かあった。キャンプでは基本的にゆっくりと施設に入るのが大谷流。睡眠時間の量を大切にする大谷にとって、ギリギリまで寝るというのは変わらないルーティン。それはドジャースに入っても同じだ。いつもギリギリ。睡眠は大切だから。ギリギリに来るのはメディアを避けてるのもあると思う。まあギリギリまで寝ているのは本当だろうけど。もうやることなすこと主人公なんだよな。メジャーのキャンプは朝5時くらいから練習始める人多いから、山本はあんま早い方じゃないし、大谷は異常な遅さだと思う。高校の養成時代に、寝坊して慌てた大谷さんが、額を強打して施設の一部を壊した話を思い出しました。寝癖をつけながらめっちゃ想像つく。ギリギリまで寝て寝癖つきでロッカーを歩く姿、大谷さんらしさ全開で好き。山本由伸さんに若干遅刻気味と言われるゆえん。昨年、WBC で一緒になった大谷翔平の印象は？という質問に山本由伸は、ちょい遅刻気味な人。ギリ遅刻しない遅刻気味な人だったって話してた。大谷翔平に遅刻気味って言える畜生由伸さん。遅刻気味の印象を持ってる我らが畜生山本由伸。これはきっと大谷翔平が一番早く来ることで、他のチームメイトにプレッシャーがかかってしまうのを防ぐために、大谷さんが自発的に行っている配慮。キャッチボールできないし、基本水原通訳さえいれば練習メニュー消化できるフリー打撃は昼間にやるだろうし、何よりスプリングトレーニングは雨降らない限り休みにならんしね。ヒーローは遅れてくるんだぜ。大谷遅刻気味なの同じ人間で助かる。